リリース前から非常に強い人気を獲得していたゲームにおいて、チーターをカエルに変えてしまうという斬新なアップデートがされたことが話題になっていました。Steamを運営している会社として知られているアメリカの企業、バルブ社。ゲーム好きの方であればご存知の通り、バルブ社は自社からも数々の人気ゲームを出していることでも知られているのですが、そんなバルブ社からは現在デッドロックという新作のシューターゲームのプレイテストが行われていたりします。こちらのゲームはまだ正式にリリースされているわけではないにもかかわらず、同世数が16万人を超えるというとんでもない数値を叩き出していたことが主に海外で話題になっており、この辺の時期にちょうどコンコードというゲームが開発に8年、費用を推定50億円ほどかけた末に歴史に残る爆死をしたという背景もあってか、1万人くらいコンコードに分けてあげてくれよなどとおっしゃる方もいましたね。このようにバルブ社から出された新作ゲームがネット上にて話題になっていたのですが、先日当作品の公式が施したアップデートがネット上で話題になっていました。まずこちらのゲームのプレイテストが話題になっていた先月の上旬、まだテスト段階の本作品の中でチートを使う方が現れたということが海外の掲示板サイトなどで囁かれていました。実際オートで照準を合わせて敵を次々に撃破していくチーターの目撃情報が後を絶たず、純粋にゲームを楽しんでいたユーザーたちからは不満の声が上がっていました。ネノミからは、結局面白いゲームが出てもチーターのせいでつまらなくなるよな、なんでまだ順位とかもないのにこんなことするのなどと、この事態に対して悲しむ声が多く上がっていましたね。このようにゲームが好きで楽しんでいるプレイヤーを阻害しようとするひどいチーターがはびこってしまっていたのですが、その中こちらですね。ゲームメディアから出された記事です。ニュース、バルブ新作モバシューターデッドロックにチーターをカエルに変えるチート対策実装、投票にて試合即終了か懲らしめるか選べるということで、なんとデッドロック内になんか面白い機能が実装されたみたいですね。こちら、試合中にチートをしているプレイヤーが検知された時に、対戦相手のチームがそのユーザーを即座にバンして試合を終了するか、チーターの姿をカエルにしてプレイを続行するかという2択をチーム投票によって選ぶことができるという非常に面白い機能であり、ネット上ではカエルにされてしまったチーターがぴょんぴょん飛び回る動画が出回っており、ボコボコに銃を乱射されたりしていました。こちら、チートを使用した方をただバンするのではなく、カエルの姿にして恥ずかしい思いをさせてしまおうという新しい試みだということで、ネノミからは、天才すぎるだろう、めちゃくちゃ面白いなこれ、チーターをバカにして自分からゲームをやめさせようを考えるのはいいことだと思う、二度とゲームしないようにメンタルを削ろう、考えたのジライアだろう、これが本当のカエル化現象かなおという声が上がっていました。海外に行ったらもう、これ今まで見た中で最高の機能だ、なおと、このチーターをカエルに変える機能に対して、これは面白いというリアクションがされていましたね。また一方で、このカエルの姿がかなりユニークで面白いということから、海外に行くの中には、俺カエルになりたいんだけど、カエルになるために不正行為を始める必要がある、なおと、このカエルの姿になりたいがために不正行為をするという、とんでもない宣言をする方もいました。もちろん冗談だと思いますが、絶対にやめておきましょう。この機能によって、カエルにされてしまったチーターの目撃情報はちょくちょくされていますが、一方で、感知に引っかからなかったことで、チーターと対峙してしまったものの、カエルにするかどうかの投票が起こらなかった、という方もいらっしゃったので、今後チーターへの対処には、もう少し手間がかかってしまうかもしれませんが、今回話題になった対処方法は、なかなか面白かったので、今後チーター対策として、どのような影響が与えられるのか、見守っていきたいですね。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。